突面鏡の自画像は1524年頃に制作されたイタリアのマニエリス向きの芸術家パルミジャニーノによる絵画であるオーストリア・ウィーンの美術史美術館に所蔵されているこの絵画は部屋の真ん中にいる若い芸術家が突面鏡の使用により歪められて描かれている前景の手は大きく伸びており鏡によって歪んでいる使用した鏡の曲線を模倣するために 特別に用意された突面板に作品が描かれた。この作品はマニエリス向きの芸術家電気作家ジョルジョ・バザーリによって研究されている。バザーリは1525年にパルミジャニーノがローマに持ち込んだ3点の小さなサイズの絵画のうちの1点として挙げている。バザーリはパルミジャニーノが潜在的な顧客に自分の才能を披露する一例として 自画像を制作したものであると伝えている。この肖像画は教皇クレメンス7世に寄贈され、後に作家のピエトロ・アレティーノに寄贈された。その家で当時まだ子供だったバザーリ自身が絵画を見たのである。その後、ビチェンツァの彫刻家バレリオ・ベッリに購入され、彼が1546年に亡くなった後、息子のエリオの手に渡った。 アンドレア・パン・ラーディオの仲介により、1560年に作品はベネツヤの彫刻家、アレッサンドロ・ビットーリアに渡され、ビット・リアカラルドルフ2世に移送された。絵画は1608年にプラハに到着し、その後、コレクションに寄属されたとはいえ、ウィーンのハプスブルク帝国のコレクションに加わった、1777年。バザーリ・ジョルジョ・フランチェスコ・マスアリー。 Lives of the most excellent painters, sculptors, and architects. ありがとうございます。